くるくるちゃんとたくさん撮った、たくさん撮ったっていうかくるくるちゃんと何枚か撮ったので、くるくるちゃんのそう葵さん、しかも1枚はそうなんか葵さんがなんか変な顔になってて、なんか口半開きみたいな、メールで送ったやつしかないんです。今日はポカリの 500ml を3本飲み干してしまって汗汗。こんばんは。ニコエありがとう、ありがとうございました。やすべえさんお疲れ、ありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。いつも3本、久しぶりに3本も消費した。いつも2本半とか2本とか、そう昼夜で3本飲んでやばいと思って水に変えて、あ、そうそう、エディオンはあんまね奥行きがないんですよ。よくわかってますね。そうなんですよ、エディオンは奥行きがないから、なんか振りも結構変わったところあって、そうオリジナル、青生地さんハートありがとうございます。今日はゆる巻きで三つ編みちゃんを2本入れてます。昼はね普通のゆる巻きだったんですけど、夜は両方耳かけて三つ編みちゃんがいます。新しい髪型、三つ編みちゃん入りです。編み込み、わかりづらいけど、すずさんハートありがとうございます。そうね、後ろはそう狭いですね。まあまあ、ミキヤさんハートありがとうございます。明日は四国公演ですよ。夜ですね、18時半とかやったかな。明日の日割り見ようと。ヤスルーパンさんかわいい、ありがとうございます。18時半だね、夜だ。男の子が生まれたら胸ゆきにしよう、下の名前を胸ゆきくんか、珍しいんじゃない胸ゆきくんってさ。明日も DMM で見ます、見てください。明日久しぶりの四国、めっちゃ久しぶりな気がする。いつぶりだろう、もう本当にぶりです、ぶりぶりです。ドゥーンドゥーン、胸ゆきくんかっこいい、使って使ってでもね子供にさ、なんかどういう由来でつけたのって言われたら説明が難しいよ。で私はゆきちゃんってつけたい、これ最近思ったんですけど、胸ゆきの話をしてるときに胸ゆきが消えちゃうから、多分私が結婚したら私の名字が消えちゃう、胸ゆき気に入ってるのに。だからゆきちゃんを取ろうっていう
まあ簡単な考えなんで、まあいつか変わるでしょう。こんばんは、こんばんは。夏に生まれてもユキちゃん、確かにそれはちょっと厳しいな。確かに夏はなっちゃんかなとか言って、いや冬がいいな。え、地震だ、地震です、地震です。こんばんは、こんばんは。胸行き名乗りたいです。胸行き名乗る、胸行き名乗るのか。揺れてる、それは気をつけないと。広島は揺れてないですね。ゆきちゃん、もう雪のゆきちゃんにしたいですね。だからどうにか冬に、で冬に生まれたのでゆきちゃんです。で胸ゆきくんの由来難しくない、ね、こんばんは、こんばんは。わ、あおいさん返信くれた、ツイッター嬉しい。寒い、全然エアコンが効いてくれない。11度なう。今日はヤクルト1000を手に入れたのです。朝明日公演だからこれを飲んですっきり起きます。ヤクルト1000、5本ぐらいあったんだよね。いつもだったら買い占めるんだけど、公園の行き地だったので2本しか買ってない。本当は5本欲しいけど、公園の行き地だったから2でやめました。朝買ったもん。そうそうそう、飲むタイミング寝る前でいいんじゃない。なら明日の朝目覚めが良くなる。ほら、眠りの深さ、すっきり目覚めって書いてるから。私結構ね、ヤクルト1000手に入れてるんですよ。過去もう20本ぐらい飲んだと思う。最近も実家で3本買ったし、1人1本、へえ、そんなんない。もう私20本ぐらい飲んだ。雪でかうちは見えたよ、見えるよ、エディオン近いから。ちょっと私の睡眠の質を良くするためにヤクルト1000も摂取します。まあ明日はね、朝早くないから嬉しい。久しぶりに朝早くない、ゆっくり寝れる。今日2公演お疲れ様でした。楽しかったです、ありがとうございました、来てくれて。普通に美味しい。明日はそんな早くないから嬉しいですね。夜だけだから。花束ありがとうございます。トリトケモノさん、こんばんは。雪にかと反対側だったので寂しかった。雪にかと反対側ってことは客席の右側ってことかな、左かな。
クルシマちゃんの写真ね、それな、葵さん優しすぎる、ちゃんと返信くれてるのね。まああるあるですよね、生誕でさ、なんかさあ、その主役の方と写真が撮れないあるある。誰かの時も撮れなかったよね。この前は撮れたんですけど、沖さんと。葵さん優しすぎる、申し訳ないけど。でもなんか葵さんが漏れてない写真使うのは申し訳ないし、まあまあまあ。明日四国公演ありがとうございましたの時に。でも今日は昼公演はね、くるくるがなんかあれだよね、急遽。急遽なんかな、急遽ではないか。ルーチーさん、神ありがとうございます。そう、代役で出てるから結構くるくるピックアップされてたので、影穴とかなので、まあくるちゃんの写真でいいんですよ、昼公演。そう、昼公演はくるしまちゃんピックアップだったので、そう、あ、そっか、さやかにところ入ってるもんね。そうそう、なのでまあさやかにところに入ったよっていう、この夏好きの衣装でツーショット。飲み切った。賞味期限2月14日だ。バレンタイン限定ユニットが雪りからったんで嬉しかった。確かにそうだったね、地味に夜。でも私あれ多いんですよ、あの日から僕は変わった、めっちゃやってるんですよね。前回もだし、2月8日、お正月か、お正月もやったし、めっちゃあるんですよね、あれ。うだまさん、かわいい、ありがとうございます。でもあれ得意だから嬉しいね。あの曲何回かやってるんですよ、結構めっちゃ呼ばれる、嬉しい。でも そう、限定ユニット、結構やってるんですよあれ。なんか限定ユニット結構順番でランダムで、しかもメンバー同じポジションも何人もいるから、なかなか回ってこないものなんですけど、結構コーヒー飲んで回ってきてくれる。バレンタインの思い出はありますか？バレンタインの思い出が、でも毎年ね作ってますよ、高校生ぐらいから。でもね、ここの家のオーブンが火力めっちゃ強くて、ちゃんとまともに作れないんですよ。クッキー5分以内で焼けちゃう。そう、毎回変わっとるし、限定ユニット曲も変わるし、メンバーもごちゃ混ぜなので、そう、こんばんは。今年は何作ろうかな。でも去年クッキーを作ろうとしたら、普通クッキーって15分ぐらい焼かんといかんのに、私のオーブン火力を調節できんやつで、もう何分しか調節できないやつだから、一瞬で焼けるんですよね。だからクッキーは難しい。オーブンを買い直すか、
オーブン買い直そう。メンバー同士で交換してない。オーブン買ったんやけど火力強すぎて一瞬で丸焦げになるんよね、ベーグルとかも。本当に。でもオーブン使わんお菓子って言ったらもうチョコとかになるから、あとチョコのあれいけるね。そうね、カップケーキ系が電子レンジでいけるかな。チョコのチョコ系、クッキーとか作りたいけどね。こんばんは、こんばんは。ずっと監視してたらいい話ではある。すぐほげるから、ほげる前に取り出せば。ベーグルがもう本当に1分とかで丸ほげになるんで。強いんですよ。ちょっと眠くなってきた。ヤクルト1000の効果かな。ヤクルト1000の効果、ヤクルト1000の効果が。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ミス3月号予約できました。あ、そうなんだ。予約も特典つくんですか。服かわいい。これレッスン着ですよ。でも言うて、あ、でもなんかナイスクラップとかどっかのやつやったっけ。ナイスクラップとかピンクです。かわいい、ありがとうございます。明日もあるから早く寝ようね。でもまあ明日はそんな朝早くないので全然ゆっくり寝れる。そう、昼近くまで寝れるので全然全然。うーん、お腹いっぱい。今日はお弁当を夜公演終わった後に食べたので、さっき食べたので8時ぐらいにお腹いっぱい。ピンク似合ってる、イエイ。明日は5人だからどっぱりでも見れるね。そうだね、少ないよね5人って。明日は6時半からなんで遅めです、平日なのでね。こんばんは。ぐらいでもいい。ユニット今5つないっけ。4つか、確かね。各ユニットから1人ずつ抜いたら5555とかで、いやもっとおるんか。そっか、確かに。
何のお弁当、チキン南蛮みたいなやつ、チキン南蛮って言ってたかな。あと明太子が乗ってました。写真撮ったんですけどね、メール送ってます。星集めに来ました。お疲れ様です。星からし明太子みたいな。サラピと葵さんの家行ったの。そうね、サラピと葵さんと福田さん、福田さん家で葵さんの卵焼きっていうチーム A とか B とかないですけど、ユニットっていうのがあって、この今話しているなんか各ユニットにいます。なんか観光大使っていうグループっていう、まあユニットがあります。いろいろ、まあチームですね、それもチームです。葵さんの卵焼き美味しかった。忘れないですね、あれは。めっちゃ昔ですけどね、本当にもう 2,3 年前、3年前ぐらい。そう、少人数ユニットがあって、明日の公演、明日も公演があるんですけど、明日はユニットで5人ずつやります。喉を使ったから、蜂蜜金柑喉飴食べよう。金柑のどう飴美味しい。これそうそう、チーム S とか T とかじゃないですね。ノーベルって知ってる？美味しくないこの飴、好き。私のばあちゃんも好き。そう、のど飴。喉の調子をリセット。髪型これ頑張れる。なぎほっぺお願いします。はい、こんばんは、こんばんは。うるまさんかわいい、ありがとうございます。2個、3ヶ月6回連続。みきやさんタコ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。通常の公演は広島に行けば見れるの？そうです、広島です。まあ DMM っていうやつで500円で1公演見れるんですよ。そう、そういうのもあります。 DMM っていうアプリ。そうね、基本は広島です。たまに県外もあります。なっちゃんに葵さん家行ってほしいね。でもなっちゃんはもう、でも綺麗な部屋を見たところで何も変わんないよ。明日 DMM あるでしょ。バートローめっちゃ久しぶり。私の生誕ぶり、懐かしい。クワトロってガイドのイメージが、へー久しぶりだ。うん、 DMM さ、500円
500円とかで売ってるんで、まあ広島遠かったら、まあ、その500円っていうのもあります。こんばんは。遠かったらね、近かったらいいんだけどね。遠かったらね、神戸とかさ、瀬戸内。公演お疲れ様でした。ありがとうございました。ね、愛媛来てほしいよね。髪型いいねって、もう取れましたけどね、ほぼ。編み込み見えないけど、編み込み入ってます。うん、夢ね、ね、まああるとは思うんですけどね、いつかは。瀬戸内7軒中5軒ぐらいやってるんで、音のラベル剥がしとこう急に。服部さんハート、公演ありがとうございました。してほしい。当時巡ってるじゃん、実質瀬戸内ツアー。こんばんは。四国ツアーね、あるかなよ。四国ツアーね。ドムさん、かわいいギフト。ありがとうございます。東京行きたい。東京行きたいね。日曜日終わり。明日は月曜日ですよ。月曜日。しかももう1月終わり。東京の好きなスポットはありますか？東京はね、好きなスポットっていうほど行ってないんだよね。行ってないのであんま分かんないんですけど、あの渋谷駅好きです。田舎者の憧れ、渋谷駅。そう、あと2日で2月です。六本木行ったことないんですよ。毎回渋谷が好きで渋谷行く。自由時間あったら渋谷駅だーって。こんばんは。お、月曜火曜は晴れですね。太陽マークが出てます。やったね。火曜日が晴れっぽいですね。スクランブル交差点テンション上がる。スクランブル交差点よりも渋谷駅の方がテンション上がる。駅、あのもう駅そのものがテンション上がる。あのなんか大きいパネルみたいな。原宿はもう、でも原宿は中学生の時とか好きだったけど。スカイビル、おお、スカイビルか。超10代の時になんか渋谷のその辺行ったよね。スカイビル。東京。
今渋谷です。すごい都会人じゃん。都会人だね。こんばんは、こんばんは。今北千住都会じゃん。なんか聞いたことある。居場所を言うでない。こんばんは、こんばんは。ピンクもよく似合う。KSJ 今淡路島、淡路島。へえ。ご飯を向かいます。行ってらっしゃい。今から？遅めだね。渋谷で。まだ広島市内です。お疲れ様で。そうだよね。8時ぐらいに終わったもんね。お見送りも含めた。こんばんは、こんばんは。北千住といえば渡辺梨香さんのロケ地。そうなんだ。パン屋さんのやつではなく。知らない東京。こんばんは、こんばんは。毎日寒い。それだ、もう暖房ガンガンですよ。3倍なのにできない。淡路島行ったことないです。ないです。あの東京らへんにある有名な島に行きたいなって思う。なんかよく歌の歌詞に出てくる。私はまだ広島ですって。何してるんですか？ご飯ですか？こんばんは。てかまだっていうかもう泊まり？帰れんくない？10時って。もう10時。あ、江ノ島、神奈川なんだ。そうそう、江ノ島です。よく、歌詞に出てくる。二人で行った江ノ島もっていう。何の曲だこれ。帰れるんですか？でもまだ広島ですって言ってる方は。こんばんは、こんばんは。カシスオレンジか。配信終わったら車で帰ります。あ、車か。配信を見てるってこと？音量をマックスにして BGM にして帰ったらいいじゃん。車で配信は見ずに BGM。 長いよ、配信終わるの待ってたら。1時間はしようと思ってるから。9時半ぐらいから始めたから30分ぐらい。コメントできないやんって。まあコメントはありがたいけどさ、そんな止まってさ、あと30分ぐらい見るってことでしょ。こんばんは、こんばんは。早く帰った方がいいんじゃないんですか。でも
明日朝早くないので、明日夜勤なので大丈夫です。朝早くないのかならいいです。私も明日朝早くないです。嬉しい、久しぶり。最近朝早かった仕事も、まったり寝れます。こんばんは、こんばんは。眠くなる前に帰った方が安全。まあね、夜暗いからって言うけどさ、まあ10時も0時も変わらんよね、暗さ変わらんわね。春夢さん、かわいいギフトありがとうございます。明日は夜公演だけです。そうです、18時半、平日なんでね、遅めです、ラフだねって。そう、今日は公演があったから普通にレッスン着です。スウェット。こんばんは、こんばんは。夜中の高速道路空いてる？逆に安全。うどんむさん、かわいい、ありがとうございます。逆にこの時間の方が仕事の帰宅ラッシュみたいな感じなのかな。あ、高速代が安くなるの、0時過ぎたら。へえ、そうなんだ。腕まくってるけど部屋暑い。え、無意識。え、腕まくってないですよ。さっきまくってたかな。無意識無意識。部屋は寒いです。12.8 度です。全然寒い。深夜割とかあるんだ。映画みたいだね。そうなんだ。それだったらさ、中途半端に11時に帰るんならさ、あと1時間時間潰して0時に帰った方がよくない？そんな薄着じゃ寒い。でも一応裏起毛なんで、まあそれなりに裏起毛なんで。裏起毛なのでなんとか。あ、高速は使わないつもり。あ、そうなんだ。使わなくて帰れるんだ、なら関係ないね。いいね、いいね。配信0時までですかって。いいえ、いいえ、今日はレンジは出しませんよ。今日は1時間を目標にしておりますので、あと30分ぐらい。へえ、レンジに出口を出ればいいから。あ、そうなんだ。何分から始めたっけ今日。中途半端な時に始めたんだよね今日は。13分からか。じゃああとまあ 2,30 分ぐらい。こんばんは、こんばんは。早かった。そうそう、今日は終わらせ、明日公演だから。明日休みだったらね、まあ夜遅くてもいいやと思ったけど。
今日は配信終わったらすぐお風呂入って寝ます。ヤクルト1000も飲んだし、快適な睡眠が私を待っているんです。ね、明日が休みならね、あ、明日が日曜日なら来たのにな、ってこと。明日誰か来てくれるかな、私のファンの方。宮島観光してから公園行きます。いいね、牡蠣が美味しいですよ。牡蠣今時期だし、牡蠣の焼き牡蠣。揚げもみじも美味しいです。揚げもみじ、牡蠣、次に会えるの5日のお話し会です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日曜日だよね、5日って。メイドさん洗濯しとこう。揚げもみじアイスクリームつけない。隣の柿はよく柿食う客だ。もみじまんじゅう揚げ、もういよいよ来週です。今週か、いや来週か、来週のお話し会スタート。こんばんは。今日の髪型かわいい。広島で牡蠣あんまり食べたことない。宮島で食べたら美味しいよ、焼き牡蠣。そう、明日から試合に行ってお話し会。こんばんは。後ろの写真何？これですか？これはミスサ雑誌ですね。雑誌雑誌。枝島、私愛媛の牡蠣、愛媛で結構牡蠣食べる。愛媛もう牡蠣取れるんですよ、海。美味しいですね。生牡蠣と日本酒がたまらん。確かに合いそう。でも牡蠣だったらレモンサワーとかの方が合いそう。レモン、そう、そごうのとこで買った。クレカの限度額がリセットされるからもう少し買おうかなって。お、お待ちしてますよ。四角い缶の中に入れてバーベキュー、何それ、それは知らない。ビールか。まだでも私はビールの美味しさにハマってないから。確かに大人の人ってビール好きだよね。
田島って矢野さんの支配地だっけ。そうです、私はまだ酔ってないですよ。こんばんは、こんばんは。ビールはまだ、まだビールの世界には行ってない。飲んだことあるけど、そんな惹かれるほど美味しいってわけじゃなかったから。でもいつかもうちょっと大人になったら飲んでるんだろうな。こんばんは、こんばんは。右に4度傾いてる。私本が全体的に。日本酒はマジで美味しいよ。日本酒はめっちゃ美味しいと思うよ。でもビールはまだ、まだ。緊急地震速報が来た。いつか、いつか分かると思いますよ、多分。こんばんは、こんばんは。日本酒は辛口と甘いのどっちが好きですか？辛口の方が好きです。日本酒好きではないけど美味しいよ、美味しいと思うよっていうだけです。椿さん行ってきました。うわ、いいな。え、ビール美味しいですか？わかんない。もう1年前とかに飲んだ。今飲んだら美味しいと思えるかな。今度。ワインは飲まないです。10円パン。おお。へえ、椿さんにあるんじゃ。食べたことない。こんばんは、こんばんは。公演終わった後にビール飲んでみて、まあ、いつか。部屋が全然上がらん温度。こんばんは、こんばんは。エリンギ飴？いや違う、エンギ飴。エンギ飴？カビ。ありがとうございます。メンバー全員の飲み会とかないですよ。ないない、全然ない。ゼロ。あの24時間配信しかない。エンギ飴だった。私エリンギに見えた。エリンギ、エリンギは好きですよ。18度以上が健康のために望ましい、望ましい。そうなんよ。でもね、暖房を23でつけてるんですけど全然効いてくれない。
まあ、まだ帰宅して1時間ぐらいだからね。早く暖房効いてくれって感じで。公園で焼肉のピアノ弾きませんかって、生誕祭。でもあの枯れない花いいなって思った、あの花束枯れない、インテリアにできる小さい花、花束ね。花束さ毎年枯れちゃってさ、最終的に捨てるじゃん、その花枯れて。花束ありがとうございます。だからその枯れないさ、かわいい飾る花です。今日の葵さんのやつみたいな、ずっと残るじゃん、枯れない花です。枯れない花束みたいな、インテリア。めっちゃオシャンだった。マイナス1度も寒い。でも今日は雪降ってないからね。ドライフラワーじゃない、普通にあの偽物の花。そうそうそう、ドライフラワー、確かにドライフラワーいいね。枯れる儚さがいい。まあそうだけど、すぐ枯れちゃうじゃん。ドライフラワーとかいいですね。まあ確かにね。こんばんは、こんばんは。観葉植物、植物育てようとは思わないけど、植物育てたことはあるけど、庭ないしさ、ベランダで。寒すぎ。ゆうつさんお疲れギフトありがとうございます。お疲れお疲れお疲れ。ベランダで育てるってことか。でも今寒くない？夏とかじゃないと。寒すぎて花出てこないよ。公園ありがとう。前にユキリカのペンライト固まってたから控えめにしてたけど見れたよーって、ありがとうございます。明日もいますよ、夜。寒いと鼻が出る？そう、鼻出るかな。鼻痛くならん？サボテンか。マリモとか。夜は青だらけでした。あれはでも葵さんのペンライトが青なんじゃない？寒すぎたら鼻が痛くなる、ツーンって。
月で枯れました。早っ。夏っていたかな。ツンツン。ネギ焼き、何の話をしてるんだい、あなたは。何の話をしてるんだい。耳当て持ってる？耳当ては持ってない。耳当てはね、使わないですね。持ってないです。ね、なんかネギ焼きの話してる方いるけど、どっから来た？ネギ焼き。鼻からツンとなってから出れー、垂れてくる。汚っ。あ、ツンデレってこと？イヤリング可愛かった。よく見てるね。イヤリングしてたね。耳当てはね、耳冷たいって思ったことあんまないかも。耳って感覚ない気する。耳に感情ないですね、別に。なんか冷たいとかあったかいとか。耳当てはあんまり欲しいと思ったことがないですね。マフラーしてないです。ツンドラ。納豆ご飯。納豆か。私は今食べたいものは、そう、髪があるからかな。確かにそんな寒いと思わない。私が今食べたいものは、みかんジュース。寒くてすいません。そうね、髪の毛があるのかないか結構でかそう。地肌が、地肌に触れるか触れないか。あ、お好み焼きいいね。広島、広島。そう、みかんは、あ、みかんもいいな。今みかんな気分ですね。ではみかんジュースが冷蔵庫にあるから、みかんジュース。ふむふむ、ね、地肌。髪切ったら寒いね。わかるわかる。だから髪の毛の言うのも。髪ギフトありがとうございます。髪ギフトありがとうございます。今日までだって、その紙ギフトチャレンジからもらえるやつだよね、それ。私ももらおうかな。あ、視聴しろって書かれてた。紙ギフト、まあいっか。投げる人おらんし、もらわんでいいや。最近ハゲ上がってきましたって。そんなコメントするようなことじゃないよ、それ。花雪さん、神ありがとうございます。でも私のお父さんはね、ハゲないんですよね、なかなか。
全然髪の毛ある。なんかしかもなんか白髪にならんのですよ、まだ黒髪、もうおじさんなのに。ウェルカム、ウェルカム。黒、そう、まだ白髪ほぼない、ゼロ、ほぼゼロです。今日投げないと髪なくなっちゃうんですかって、いいえ。こんばんは、こんばんは。まだ若い？え、全然若くないよ。もう私22だしさ。そんな若くないよ。トン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 。お父さんの年齢は秘密です、シークレッツ。けど白髪はないです。こんばんは。あ、髪、髪ギフト持ってんじゃん。手放したくなかったのね、今日も今日まで神ギフト。よし、もうちょっとしたら終わろう。メイク落とそうかな、風呂入るから。コットンがね、使い切っちゃったんだよね。ティッシュで落とそう。私の可愛いティッシュを見てください、これ。ハチワレちゃん、ティッシュまで可愛いなんて、アイドルだ。マスカラも落とします。可愛い、ありがとうございます。ミキアさん、お疲れじゃないんですよ。全然もう1時間経ったからさ、そろそろ終わろうかなと思って。明日もあるしね。マスカラはね、なかなか落ちないから、マスカラ専用のリムーバーというものがありまして、これで落としていきます。ドゥンドゥドゥン、ウッディ、私の持ち出た。うん、落としますから。リムーバーで、よし。誰が目怖いだって。オッティだよ。夜ご飯食べたよ。今日は夜公演があったからお弁当をいただきました。ちょっと時間を置いてティッシュで拭き取ります。本当はコットンでしたいんですけど、コットンなくなっちゃったので。でし、ほら、こんなにマスカラが取れます。そう、洗顔では取れないんですよ、綺麗に。マスカラってなかなか、だからリムーバーで綺麗に落とします。めちゃめちゃついてるよ、マスカラ。ほら、今マスカラしか落としてないけど、こんなに。そう、めっちゃ綺麗に落ちるんですよ、リムーバーすると。洗顔じゃ落ちづらい、汗でも落ちないマスカラもつけてるので。そう、だからこういうので落とさないと落ちないです。はい、マスカラは以上ですね。すんげー取りますよ、マスカラ。よし、マスカラを落としたので、次はアイメイク全部落とします。アイメイクはこれです。落とす、染み込ませて、テンテテン、セルフ BGM。
タンタタンタタンタンタタン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 。そう、すぐ落ちるやつだとね、公園でも真っ黒になるんでね、落ちないやつなので、お風呂とかじゃ全然落ちません。はい、最近ファンに対して冷たいね。私がですか？そんなことないですよ。けど2時間半配信したし、落ちました。落ちました。次右側。つばさなんちゃらさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、え、時間かかんない。そう、もう吹き落とすだけなんで。はい、はい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 、はい、落ちましたかね。落ちました。でもありがとう、ギフトありがとうございます。続いてファンデーション。よいしょ。これリムーバーじゃないですよ。これはね、普通のメイク落とし。わざわざ配信でありがとうございます。いいえ、あの時間を有効活用しようと思って配信中に落としてるだけで、全然配信中にそんなありがとうとかじゃないです。はい、落としました。ファンデーション取れた。寝る前パックしないですね。もう一回念入りに。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。はい、もうほぼ落ちましたね。まあリップはちょっと、リップ取ったらピンク感増すので。わっ、ついた。よし、リップは落としません。ということでメイク落とししました。はーい、口以外はすっぴんになります。ライブならノーメイクでもバレない。確かに、わからんかな、ちょっと顔が薄いぐらい、目つきが。こんばんは。確かにバレンキーするな。え、もう終わり。眉毛も落としてないけど、まあ、眉毛はさ見えんけん。落としました。あと口だけ。お肌綺麗、ありがとうございます。もうみんなの前で落としたんで完璧にすっぴんですよ、これはもう。はい、すっぴんです。完璧ちゃんです。その BGM はいつもそうなんですが、そう、運動会の BGM。 歯磨き配信、ジオール歯磨き配信しない。喋れないじゃん、歯磨きしながら。歯磨きしながら喋れないので歯磨き配信はしません。歯はもちもちしてる。そうですね、歯は強いんですよ。お掃除配信なんかしませんよ。髪の毛ほどこ、えい、ゴムを取りました。
こんばんは。今日最前で見てたけどめっちゃ綺麗になったなって思いました。え、嬉しい。それはめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。よいしょ。もうお風呂入る準備をしてます。メイク落として髪の毛もほどく。最善。でよいしょ。お風呂配信はしないですよ。お風呂配信はバンされちゃうんで。ダメダメ。いたらだだだだ。ピンク外すのいた。いたよー。一本抜けた。次こっち側。メイクの感じもすごく可愛かった。え、嬉しい。今日ちょっとメイク凝ったんですよ。なんか下のラインとかも引いたりして。嬉しいです。嬉しい。もう撮っちゃったけどメイク。今日は時間が昼いっぱいあったからいつもよりメイクをたくさんしたんです。ピンは4本だったかな。4本です。はい、髪の毛も取りました。もうオフです。完全にメイクも髪の毛も取りまして、ということで終わろうかしら。キラキラありがとうございます。リボーさん、明日は四国公演よろしくお願いします。メロドのメイクすごく良かった。え、そんな見えた。へえ、そう、今日はね、あの目の下の方も引いたりして、そう、時間がね今日あったんですよ。たくさんなんかメイクの時間が。じゃあこれ明日もそうしよう。明日の配信は夜ですか。夜です。夜公演だからね。帰ってきてからやります。なんかチリチリ三つ編みほどいたからチリチリ。そう、明日からお話し会の再申し込みそうです。新日程始まります。明日はいっぱい抜かれる。確かに5人だもんね。誰の生誕でもないし、ね、じゃあ万全にメイクして。そうね、そうですね。ってことでそろそろ終わります。壇上を読みます。13位ジュリボーさん、12位服部さん、11位コーヒーさん、10位ルイさん、9位アキアンさん、8位ゴーンさん、7位ミニマロンさん、6位ヤスルパンさん、5位ジャクソンさん、4位ミキヤさん、3位イルザさん、2位ヤスベイさん、1位ウドムさん。ありがとうございました。10時半ですね。神ありがとうございます。翼はなんちゃらさん、ということで今日は2公演ありがとうございました。そう、バージュになってるな。もう三つ編みをほどいたからなんかチリチリ。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。チリチリです。明日は18時半から四国です。久しぶりの。おやすみなさーい。ソバージュわかんないけどチリチリってことを言ってるでしょ。おやすみなさい。ってことで終わります。おやすみか、おやすみか。1125日、明日1125日。ってことで
おやすみなさーい。